こうやってね、自分の肌と対話しながらスキンケアをやっていくといいですよ。はい、ショコです。今日はスキンケアをねしながら皆さんの疑問にお答えしていきたいなと思いまして、コメントを読んでいきます。ショコさん、最近ほっそりされて小顔になられたようにお見受けします。はい、どのようなダイエットをされているのか教えていただけると嬉しいです。はい、それと冬に向けての化粧水、乳液、保湿クリーム等々紹介していただきたいです。よろしくお願いいたしますということなんですけども、はい、お答えしていきましょう。寒くなってきた時に一番しちゃいけないのって、私ね、朝しっかり風呂ね入ってくるので、しっかりスキンケアする前にお洋服着たりとかしてる時あるじゃない、寒いからじゃなくてもね、さっと拭いたら1分たりともあげときたくないんですよ。これでね、すごくいいのがキュレルですね。キュレルリップモイスチャースプレー、はい、こちらを服着る前ですね、こうやってつけて、ちゃんとね一回ね落ち着かしてから服に着替えて普通のスキンケアに入っていきます。今の状態は風呂上がりでシュッってやってます。で、これはねすごいスプレー式ですごくいいのは、お肌がやっぱりね揺らいでる時っていうのは角質層が乱れるので、こういうねセラミドケアってすごい大事なんですよ。なので冬場でね、私はちょっと揺らぎ肌だなとか敏感になってるなとか保湿足りないなっていう方は、まずセラミドが入っている、ね、化粧品を選んでいくといいです。で、次にヒアルロン酸、その方を、ね、選んでいただけるといいかなと思います。で、ここから原点に帰るときは副鼻水なんですね。で、副鼻水はもう本当に肌にね優しい感じなので、でも本当にサラサラなんですよ。お水みたいな、1秒で引きつける人になるって書いた時の本にもこれ載せとるんですけど、もう本当に基本形なんですね。お仕事でも使ってるし、サバサバな化粧水が自分の中に入っていかない時、皮膚が硬くなってたりとか、すごくね調子悪い時でね、ダラダラこぼれてくるんですよ。で、こぼれてきたら、あ、私の吸収力がね衰えてるんだなと思って、ちょっと食べ物しっかり見直したりとか、その時だけドロッとしたね化粧水に変えるとかするんですけど、本体のねしょうこびチャンネルの方では必ず化粧水ね3回つけてねって言ってます。小顔にしたい時はこの辺に老廃物がね溜まってくるので、つける時もここら辺こう流しながらつけていくといいですよ。しっかりねつけていくとこう滑りやすくなってきます、化粧水だけでも。で、化粧水で滑らない時っていうのは化粧水足りてないので、3回じゃなくてね、もうちょっとね5回とか6回つけてあげて、ちょっと滑りやすくしてあげていく。で、最近ねすごく気に入って取り入れたのが、最初はね発表会で誘われていってこちらの方をね紹介してもらって、美容ライターさんとかもねすごい良かったよっていうところで、これ夜用とね朝用がついてるんですよ。朝の方が白で夜用がブルー。硬いのはこっちの昼用なんですけども、あ、朝用だ昼じゃないから。資生堂ってやっぱりすごいなと思ったのが、最新のテクノロジーがすごいなと思ったんですけど、今までヒアルロン酸っていろんなメーカーさん出してるじゃないですか。一番最初はねニワトリのトサカしか取れないって言ってすごい高価なものだったんですけど、だんだんねこういろんな技術があって、本当にお安いものから高いものまでいっぱいあるんですけど、ヒアルロン酸って分子がちょっと大きくてなかなかね中に浸透しにくいって言われてたんですね。だから表面的に潤わせてっていう感じだったんですけど、それがちっちゃく分子をして肌に入ってから元に戻すっていう技術を開発したらしくて、これ2本目なんですけど、1本使い終わってから潤ってる感がすごいしたので、ちょっとリピートしてる状態のものです。で、これ化粧水つける前でもいいし、つけた後でもいいって書いてます。私は化粧水ねつけた後につけます。自分の肌のね調子が良くない時、まだ潤い足りてないなと思う時はこういう美容液をね足します。これはねクリスタルディープセラム MNM っていうのかな、こちらの方をねちょっと足していくんですけど、これは本当にセラミドも入ってるし、コラーゲンも入ってるし、ヒアルロン酸も入ってるしって、なんかいいとこ取りした美容液ということで、ちょっと置いていくようにねつけてあげて、まずね首ですね。私たちの年代って首のケアしっかりしとかなきゃいけないので、冬場特にです。で、しっかり置いていくようにつけていって、つけながら説明してたらダイエットのことを話せなかったんですけど、ダイエットはね1年かけてゆっくり痩せていきました。私は本当に子宮頸がずっと弱かったので、ホルモン剤で太ったりとか痩せたりとかね、なんかこう
安定しない感じ。ちっちゃい時は本当に細かったんですけど、20代後半ぐらいからやっぱり太りだして、アンパンマンみたいな丸顔だったりとか、あとお酒を飲むのでダイエットしてはね、またちょっと太っちゃって、で特に私はね、上半身につきやすいタイプで下半身につきにくいタイプだからね、すぐ太ったの分かっちゃうんですね。なので意外に知らない間にっていうよりは自分でねすごい知っちゃう感じ。ちょっと今日クリームね、あのクリームは結構ねセットで買った時にちっちゃいのついてくるじゃないですか。クリームって意外に高いものが多いので、冬場とかはね結構ねセットでちっちゃいのついてくるんです。こんな感じで今回は RMK のオイルインクリーム、これすごく気持ちいいんですよ。蓋をしなきゃいけないですね、美容液ねつけたらね。ここやっとかないとファンデーションね粉吹いてきちゃうのでね、しっかりやっておきます。でここまでしとくとね、アイクリームあのしなくてもね大丈夫なんですが目の周りが乾燥してるなっていう方はアイクリームだったりとか、私もねこういうあのシワ改善系のねナイアシンアミドとか入ってるものを使ったりします。今日はねなんかいい感じなのでアイクリームいらないかな。こうやってね自分の肌と対話しながらスキンケアをやっていくといいですよ。でダイエットの部分はやっぱり若い頃はね1ヶ月集中とか2ヶ月集中とか、もういろんなとこ行きました。エステに行って痩せようとか、すごい筋トレして痩せようとか、いろいろやるんですけど、やはりね戻ったりするんですよね。ダイエットをする時に気をつけてるのは BMI って言ってボディマス指数の方を意識していってます。で22だと一番最も病気しにくいって言われてるところなんですね。なのでそこは超えないようにしていく状態をいつも目標として常に意識してたとこだったんですけど、やっぱりね22だと日本人の風潮的には少しぽっちゃり型になっちゃうんですよ。女優さんたちはねだいたいね19ぐらいで合わせてくる。海外のモデルさんとか 18.5 以下っていうと痩せすぎになっちゃってくると、ちょっとねあの病気しやすい指数になってくるって言われてるので 18.5 っていうのをギリギリで、日本のモデルさんだとね18ぐらいのね感じの人もいらっしゃるんだけど、今目指してるところは19から20のところを今目指して頑張ってます。はい、今維持してるっていうのかな。メディアで出る時っていうのはやっぱり19ぐらいになっとかないと実際よりね太って見えたりとかするんですね。なので出なきゃいけないっていう時は少し頑張って調整したりしてます。私たちはね急激に痩せちゃうとダメなんですよ。なんでかっていうとね、急激に痩せちゃうと皮膚がついてこないんですね。若い子とかだったらね全然いいんですけども、やっぱり40過ぎてからのダイエットってもう本当に危険なのか、急にやっていくとこのシワになりやすかったりとかたるみになりやすかったりするので、食事制限っていうより食事ですごくいい細胞にしていって運動していくっていう、なんかバランス取っていかないといけないですね。でバランス取っていくとやっぱりねだんだんね頭の中でこれで大丈夫なのって言ってねやると、あのリバウンドしがちでしょ。その時にリバウンドをする仕組みを知っとくとすごく乗り切れます。やっぱりね飢餓状態になってくると食べたい食べたいとか甘いもの食べたいとか体に悪いもの食べたいとか出てくるんですよ。でそういった時に栄養素が揃ってると落ち着くので、なのでねよく私あの生徒さんもそうなんですけど、無料でね腸内美人チャレンジっていうのを Facebook の中でやってるんですけど、そこでねうちのコンシェルジュたちとこういうの食べるとバランス取れて健康にもなっていきますよと。うちは結構あの痩せてて太れないっていう人もいるので、実際ね痩せてて太れないっていう人もダイエットっていうんですけど、健康にね綺麗になっていくっていうことで、で私は体重がねちょっと止まったりとかする時があるとファスティングっていうのをちょっと入れて、体の毒素とかデトックスをして体に大丈夫だよ大丈夫だよまだちょっと太りすぎてますよみたいな感じでやると少し落ちて、でまた少し食べると戻るじゃない。でそこで維持していく。体って元の体重に戻ろうとするので、戻らないように今この体重だとベストみたいな、ね、体が動きやすいとか頭にいいイメージをつけていくんですね。でそうすると定着してきます。こういう感じの落ち方っていうのかな、たまに戻ったりとか、で戻ったらなんで戻ったのかなっていうのを振り返って、どんなもの食べたかなとか、どういう生活してたかなとか。ダイエットで一番ダメなのは睡眠不足。睡眠不足はねすっ
ごい落ちにくくなります。うちの旦那さんもね太りやすいんですね。動画の編集とかしてるとなかなかね寝れなかったりっていう日が続くと、同じもの食べてるんですけど急に太っちゃったりとかねしやすいです。起きてる間に、ね、寝ないようにって口にしちゃうのもあるんですけども、で私も食べないで痩せるダイエットは絶対自分も持たないですし、体力がね持たないと仕事できないので、しっかり食べながら週に1回はねちょっと筋トレがっちり入れて、で毎日はストレッチとか自分の負担かからないぐらいのものはやっています。 1,2 年でだいぶ変わりましたね。体重ね最近ずっと測ってたんですけど1年ぐらいねつけていて、はいこんな感じで体重がガターンと1回落として、少しまた戻ってまたね元に戻してっていう、やっぱりね繰り返しなんですね。でもだいぶ変わりましたよね。だいたいね4キロから5キロぐらいで、1ヶ月に1キロぐらいを目安にして落としていくと楽な、2キロ以上ねやっちゃうと皮膚ついてこないですからね。だから1ヶ月に1キロぐらいずつしっかり落としていくと綺麗に落ちていきます。私ね結構ね失敗するとここがゲソってしちゃうんですね。本当に頬骨出てちょっとおかしい感じになっていくので気をつけてます。そんな感じなんですけども、皆さんお役に立てた情報になってたでしょうか。でスキンケアもねしっかりやって、ゴムって乾いてるとプッて切れるでしょ、ね、なのでここも一緒なんですよ。しっかり潤しておくとシワとかたるみになりにくくなるので、しっかりお手入れして食べ物をバランスよくとって適度な運動してっていうのは本当その通りなので、皆さん一緒に頑張っていきましょう。もしねいいなと思っていただけたらチャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。またね皆さんのね疑問にどんどんお答えしていきたいと思うので、ね、悩み事があったりとかなんか聞きたいことがあったりとかしたらどんどんコメント欄に書いていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。リリ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